なかなかやりますね。犠牲になった者たちのためにもお前を許すわけにはいかない。許さないならば何をします。所詮は禁忌目録に縛られた身のあなたに何ができますか。私はオルティマノスケ当主だ。どんな時でも強く正しく誇りを失わない。オルティマノスケの誇りを利用したお前を必ずや倒す。我が父と我が先祖に報いるためにも。何がおかしい。本当にあなたはご先祖様がお好きですね。それでは大切な血族との再会を喜ぶことにしましょうか。何を言っているんだ。遠い昔、西帝国の奥地にて生まれた不幸な子供がいました。その子供は父の顔を知らず育った。母親は何らかの原因で言葉を話せなくなり、そして子供が幼い時に死んだ。子供は禁忌目録の存在も知らず、飢えをしのぎ、そして外敵から身を守るために目についた動物を殺していった。言葉の存在も知らない子供にとっては、うるさい音を吐き出す人間も害をなす動物と何ら変わりはなかった。罪を犯した子供を最高司祭様が見出し調査した結果、生まれつき神聖術行使権限が高いと分かり、その子供は神聖術の教育を受け、元老院に監視役、そして処刑人として配置された。時にはわざわざリセットするような価値もない実験に失敗した修道女や修道士を始末し、脱走を試みた者に神聖術による攻め苦を与えたこともありましたね。正義を貫く聖豪騎士たちには到底任せられないような仕事をすることが、その子供に与えられた尊い役目です。やがて最高司祭様は子供の天命を凍結した。まるで聖豪騎士のようにね。子供はそのことに感謝しました。そして最高司祭様からの愛を感じました。愛されているからこそ最高司祭様は私に永遠の命を与えてくれたのだと。その子供はお前だが、一体何の関係が。話は最後まで聞くものですよ。そんなところは生意気な五代目当主そっくりですね。お前は五代目当主を知っている。それはなぜだ。一体いつ会ったというのだ。実験の時かしら。そう、ほとんど全て失敗に終わった。あの欠陥品たちを使った実験、正確に申し上げますと、私は五代目に至るまで全てのオルティナノスケ当主のことを存じております。まさか前に言っていたことは真実だとでも言うのか。逆に聞きますが、なぜ嘘だと思ったのです。母上の期待に応えられなかった欠陥品の歴代当主たちは皆私のいい遊び相手になってくれましたよ。遊び相手だと。ええ、欠陥品と呼ばれた失敗作など生きている価値がない。殺すなという母上のご命令は守って、炎で身を焼いては治癒を施すことを繰り返しました。オルティナノスケの者たちは皆強かった。家訓通りどんな攻め子を受けても誇りを失いませんでしたよ。お前が私の先祖。一体なぜ。最初は単純なる興味に過ぎなかった。だが
それはやがて憎しみに転じた。私が母上と共にあるうちに母上を不思議な現象が襲ったのです。記憶容量が限界に達した母上は私の名まで忘れてしまいました。だが母上はオルティナノスケの血を引いた者たちを忘れず、代が変わっても求め続けた。一人が実験に失敗してもまた次の代のオルティナノスが白き牢獄へと連れてこられる。オルティナノス、オルティナノス、オルティナノス、許されざる血の持ち主たちの錬金が続く。なんだと。懐かしいわね、オルティナノスケの者たちを使った実験の日々。最初はモジュールが起動しなくて困ったから、日常的にフラクトライトに負担をかけた。とはいえフラクトライトに負担をかければモジュールの機能が少しは稼働するものの、実験は失敗に終わってしまう。わざと近親婚をさせて血を濃くして徐々に耐えられる器を作るつもりだったわ。でもなかなかうまくいかなかった。実験、それは私の持つ力を使ったものですか？ええ、そうよ。でも代々どのオルティナノスも実験に失敗した欠陥品ばかり。単体では役に立たないから、その力を集積することにしたわ。まさかあれは。それはオルティナノス家代々の人間を宝石化したものだな。そうよ、宝石の形ならばもし忘れてしまっても思い出せるでしょ。そんな、あれが私の先祖だというのか。しかしそれは五代目当主まで。そうでしょう母上。ええ、この純血を汚染した誰かさんのせいでね。どういうことだ。さっき私が言った意味をまだ理解できないでいるのですか？そういった鈍感な部分も嫌いで仕方ありませんよ。オルティナノス家の人間はやはりどれも同じだ。そのくせに母上の記憶の中に常に住み続けたお前たちが憎くてたまりませんでした。それは私が持ち得ない純血をお前たちが持っているからに他ならない。純血だと。そう、お前たちの血に母上は関心を抱き、故に忘れなかった。だからこそ私はその血を汚染することにした。どういうことだ。五代目当主が記録から消えた理由、それは至極簡単です。彼女は非正規な婚姻によって身ごもってしまった。正式な婚姻の前に彼女はその身を汚され、汚染された血を持つ子供を産み落としたのです。あの当主はお前そっくりでしたよ。あの白き牢獄の中、私がどんなに蹂躙しても誇りとやらを失うことはなかった。とはいえその後は傷ついたのか、婚姻した相手との子供を産むことはできなかったようですがね。つまり今のオルティナノス家は純血を絶たれ、その汚れた血によって世代をつながれたのです。まさかお前。違う、そんなことがあるはずがない。私は禁忌目録を知らずに育ったと言ったでしょう。可能なのですよ。母上から以前聞いたことがあります。稀に非正規婚姻によって生まれるユニット、いえ人間がいると。まあ本来ならありえない存在よ。血を汚したいという強い真意がそうさせたのね。私も母上の真似をして実験してみたくなったんです。成功した時心より嬉しくてたまりませんでした。やだ、そんな、そんな。お前、これ以上現実逃避できないようはっきりと言葉にして教えて差し上げましょう。お前には私の血が流れている。オルティナノス家の純血を汚した者の血がね。五代目当主、彼女を使った実験は比較的うまくいきかけた。
次に彼女が肉親との結婚を果たせば力にふさわしい器は完成するだろう。母上はそうおっしゃった。だからこそ私はその望みを絶つ必要があったのです。これ以上母上の関心を奪わせないためにね。狙い通り、母上は純粋なる血脈の断たれたオルティナノスケに興味をなくした。嘘だ、そんなこと信じられるはずがない。何のためにそんな。決まっているでしょう。母上の記憶からお前たちオルティナノスケを消し去るためですよ。第一、欠陥品のくせに母上から名を呼ばれるなどずうずうしいとは思いませんか。どう反論しようが事実は変えられない。私はお前の曽祖父です。愛する先祖を目の前にして一体今どんな気分ですか。再び私に剣を向けることができますか。嘘だ嘘だ、お前はオルティナノスケをその地で汚染しただけだ。私の先祖なんかじゃない。いいえ、私とお前はそっくりではないですか。大切なもののためなら手段を選ばない。現にお前は汚名返上のためにどれだけ人を犠牲にしました。民がおとりにされた時、うすうす気づいていながら黙認したのでは。違う違う。どうやら憎いオルティナノスケの血を汚染した甲斐があったようですね。たとえ罰を受け長き歳月を母上に凍結されたとしても行動に出た価値があった。長く話しすぎましたね。もう終わりにしましょう。血を汚し利用しただけではまだ足りない。私は今度こそお前を破壊し母上の記憶から抹消する。母上の復活はこれで完了しました。もう欠陥品のオルティナノスは必要ない。そうでしょう母上。懐かしいわ、オルティナノスの一族代々を転換したこの宝石。今もはっきりと思い出せるの。私がオルティナノスに対して抱いた期待と失望。母上。ねえ、母上と私を呼んでいるけれど、お前は一体誰？名は何というの？どうしても思い出せないのよ。私のためにいろいろと協力してくれたけれど。ですが、あなたは私の眠った意識に語りかけてきたではないですか。あなただけではないわ。あの声は数人の凍結させた者たちに対して発した。そんな！あなたはたまたま私の言葉を聞いてくれただけ。そのことについては感謝するけれど、ぼんやりとは覚えているわ。あなたはオルティナノスの実験に関わっていた。今言った通り、あなたがオルティナノスの血を汚し、その後の実験を妨げた。それでも私はあなたの名を思い出せないの。でも助かったわ。もう下がっていいわよ。あなたの役目はこれで終わり。母上、母上、なぜ私があなたを目覚めさせたのに。いい子だから邪魔をしないで。一体何をする気だ。システム4マイジェクト ID N2550-2N2554 ソードシェイプ。あの宝石たちに剣への変換術式を唱えた。ようやく使い道が見つかったわ。さあ、私の剣になりなさい。なぜあれを剣に。わからない、でも危険だ。キリト、ああ詠唱を止めないと。あれは私の先祖が流し続けた血。あんなにも簡単に最高一切様が溶かしてしまえるのか。母上、なぜ母上、私はこんなにもあなたに尽くしたのに。術式に集中できないじゃない。静かにしてくれる。
そんなに母上はこの血を求めるというのですか？オルティナノスの血に一体どんな価値があるというのです？あら、おいたはダメよ。この何の価値もないオルティナノスの血族たちを今の母上が求めるというならば、僕は何よりも憎むオルティナノスになりたい。この血を飲み込み、今度こそ一体に。お前、母上の記憶の中で生きるために、あなたの記憶に僕を刻んでもらうために。一体何が起こっているんだ？もしやこれは。しかしこんなことがありえるはずがない。まったくしょうがない子ね。宝石にかけた形質変換の術式をその身に刻み込んでしまうなんて。形質変化、うん、形質変化、剣になるんじゃないのか？あれはどう見ても剣ではありません。ていてくれ。ダメだ。エディナ、あれは奴に苦しめられ汚染された私の先祖そのもの。今もなお囚われたご先祖様を私は解放してみせる。私がやらなくてもならない。たとえ気がされていたとしても、オルティナノスの血を持つ私が終止符を打つ必要がある。分かった。メディナ殿、私もお力添えします。ありがとう、アリス様。さあみんな行くぞ。オルティナノスの結束を解放するんだ。せいぜいあがくがいいわ。オルティナノス、貴様